待機児童の解消に向けました、緊急対策、そして待機児童問題というのはまず喫緊の課題であるという認識をもとにいたしまして、そしてまた視点とすれば、都民ファーストの視点、そこに立ちました上で、保育所等の、整備の促進、人材の確保、そして定着、これ結構重要であります、そして利用者をの支援、その充実。次々と政策を打ち出す小池知事が新たに示したのは、待機児童の解消に向けた対策です。今日の記者会見で、喫緊の課題である保育施設に入りたくても入れない待機児童対策の第一弾を発表しました。小池知事が今回明らかにした待機児童対策に充てる都の予算案は126億円です。東京都が持っている土地や空き家となっている場所を活用して保育所などを整備するため、都が建設費用や土地を借りる費用を補助する取り組みを行います。さらに人材の確保に向け、採用から5年目までの保育士に限定されていた家賃補助を全ての保育士に拡大することにしています。まあ、そもそも、女性に子育てなのか仕事なのか、さあどっちかを選びなさいといったような二者択一を迫る社会というのは、まあ、少子化対策とかいろいろ言っていますけれども、そもそもそこの基本がですね、意識と環境が十分整っていないと、こう言わざるを得ないと思います。ここで小池知事はこの取り組みによって5000人の保育定員分に当たるサービスができ、保育施設に入りたくても入れない待機児童の解消につながると説明しています。今回の補正予算案は28日に開会する都議会に提出され審議されます。